名人2連覇を目指す藤井聡太八冠、21、に豊島将之九段、33、が挑む将棋の第82期名人戦七番勝負。主催、毎日新聞社、朝日新聞社、の第2局が、4月23、24の両日、千葉県成田市の成田山新勝寺で行われ、激戦の末に藤井が豊島を126手で下して連勝した。この一局でかつて大流行した、ひねり飛車が飛び出した。阿波野義雄、ジャーナリスト、写真、中盤でミスが出てきてしまっている、反省を口にした藤井八冠。かつて人気だった、ひねり飛車。ひねり飛車は豊島の師である関西の亡き師、桐山清澄九段、76、が全盛期によく使った戦法だ。現役最年長棋士、として奮戦した桐山九段は22年4月に惜しまれながら引退。節目となる通算1000勝には一歩届かなかった、通算996勝。若き日の彼が、中原、誠、名人、76、を倒す、と言っていたのを覚えている。名人にこそなれなかったが、棋聖3期、棋王1期、名人戦 A 級在籍が14期という強豪だった。ひねり飛車は江戸時代末期に成立したとされる居飛車での戦法だ。先手番なら2筋の歩を取り込んで、2音へ進んだ飛車がポで蓋をされて追い払われる。その時に飛車が自陣まで下がらずに横の3音の歩を取ってから6段目に下がり、その後7筋や8筋に飛車を振って攻撃の機会を探る戦法。横へ飛車を振るので、振り飛車に似ているが、振り飛車は基本的に自陣で左右に振るという違いがある。昭和40年代頃非常に人気があり、増田幸三名人、1918から1991、丸田雄三九段、1919から2015、加藤一二三九段、84、勝浦周九段、77、桐山九段らが使い手だった。だが、対応策が発達するにつれて廃れていった。利点と欠点、ひねり飛車は以下の利点がある。1、振り飛車がまず受けになるのに対して、飛車が最初から攻撃で使える。2、相手が歩を持たないうちに自分が歩を手持ちにでき、攻撃の幅が広がる。その反面、飛車が狙われやすいといった欠点もある。確かに、ひねった飛車が死にやすい。あっと思っているうちに上がってきた相手の銀などに、虎の子の飛車が取られてしまう。飛車は居並ぶ自陣の歩の前にいるので、歩の一つが上がると左右に動きにくくなる上、取りに来られても自陣に避難できないからだ。最近は使い手があまりいないが、若手では大橋貴洋七段、31、らが多用している。さて、先手の豊島がこのひねり飛車を見せたので、阿部まで解説していた佐藤慎也七段、46、と阿部コール七段、29、も驚いた。そして、後手番の藤井も、8子、に飛車を据え、双方がひねり飛車模様の展開となった。